皆さんこんにちは。主催者の藤井隆博と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんのインターネットライフをですね、根底から変えてしまうような素晴らしいお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までね、じっくりとご覧いただきたいと思うんです。そしてね、このビデオは何回も見ていただきたいので、もしよかったらね、このページをですね、皆さんのお気に入りとかブックマークとかしていただいてね、で何度も何度も繰り返し見てください。この後はブラウザの画面を見ながらお話したいと思います。それでは始めたいと思います。お話を始める前に、このページの見方について説明したいと思います。まずビデオは何個か入っておりますが、このビデオはスマートフォンでちょうどよく見えるようなサイズにしてあります。なのでスマートフォンの方はですね、まあ、このまま見ていただいて、全部見終わったらですね、ビデオの中の内容をもっと知りたいと、スマホの方はここをクリックという、ここをねクリックしてください。そうしますと別なページで、ね、全部出てきますので、見ていただければと思います。それからパソコンの方、タブレットの方はですね、まずこちらの方でね、ここの全画面というここをですねクリックしてもらうと全画面で見れるようになりますので、そちらの方で全部一回見ていただいて、この画面に出てきた内容とか読むとか、それから画像を見る、またはクリックするというような時はですね、このパソコンの方こちらをですねクリックしていただきますと、このすぐ下にですね、このように画面が出てきます。でビデオの音声を聞きながら、この順番にこう上から見ていただけると非常にこう分かりやすいんじゃないかなと思います。このパソコンもタブレットも同じように見えますのでね、よろしくお願いいたします。まずね、アフィリで継続安定高収入、こんなのって聞いたことあります？普通アフィリっていうのは単発で売れてね、売れたり売れなかったりするもんでね、継続するもんじゃないですよね。でもね、アフィリで継続安定してですね、基本給みたいなのがあってね、安定収入があって、でそれにプラスアルファがあるみたいなね、そういう高収入、そんなのって聞いたことありますか？高額通知やとね、有料会員アフィリだとそれがね可能なんですよ。これね、特別な SEO 対策は一切いりません。 Facebook 集客、この集客に関してはですね、私が特許申請しておりますのでね、世界で他にはないと思います。単純でね、刹那的な従来のアフィリとは全く違うんですね。ちょっと前置きが長くなっちゃうんですけども、本題に入る前にね、お話ししておかないとね、後の話がねちょっと通じないと思うんで、申し訳ないんですけれども、前置きの話ちょっと長くなります。もしね、あなたがアフィリで継続安定高収入を得たいとしたら、アフィリです、絶対稼ぐぞっていうね、そういう決意をしてるとすれば、この出会いはね、あなたの人生を根底から変える可能性があるんです。で、その訳と秘策をね、ぜひ見ていただきたいんでね、最後の最後まで入念にご成長を願いたいんですね。まあこれはイメージなんですけど、あなたの一石で波紋のように広がる安定収入源、おそらく SEO 不要のアフィリで継続安定収入、多分見たことも聞いたこともないんじゃないでしょうか。そのちょっとね、中をちらっとお見せすると、2ティアマージン、2ティアってお分かりになるかな、これから説明していきますけども、2ティアマージンがなんと15,000円、普通ね何十円の世界なんですよ。普通ね、2ティアマージンって何十円とか100円とか200円とかね、そんな世界のものが多いんですけど、2ティアマージンがなんと15,000円、その後毎月2500円入ってくる。だからたくさんあればね、この2500円かける数ですよね。そのようにビッグアフィリっていうことなんですね。でまずね、継続安定高収入の要素っていうのは一体何かっていうと、あなたの2ティア軍団が作る安定高収入ってこう一応書いたんですが、これ一人でね、たった一人で単発アフィリ、ね、継続的な収入が得るようなアフィリじゃなくてね、一人の単発アフィリっていうのはね、一生懸命努力しても、まあたまたま売れたとしてもね、その売れる金額を知れてるわけなんですね。だから同じ努力をするんだったら、単純で一人のアフィリよりも、あなたの子供会員ね、まあこれ2ティアって言うんですけど、2ティア軍団を作って、その軍団が働いてくれた2ティア収入を得る方がね、はるかに得なんですよ。これね、実はインフォパートの画像なんですけれども、引用元っていうことでクリックしてもらうと出てきます。クリックするとね、こう出てきますよ。で、こう下の方なんですけれども、まあこういうふうに、2ティアっていうのはね、あなたがアフィリエーターですけれども、その子供会員のアフィリエーターを作るっていうのが2ティア。
ツーティアっていうのは組織、ティアっていうのは組織っていうんですね。で、こちらが先ほどあった画像ですけれども、あなたがいて、あなたの子供会員の方が何かアフィリで売られました。購入者がいて。そうすると、そのアフィリエイトマージン入りますけども、あなたにこのツーティアマージンが入るっていうね。まあ、こんなことがね、書いてありますので、まあ、ちょっと読んでいただければと思いますけれども、これがですね、以前からあるシステムなんですよね、このツーティアっていうのはね。一つのアフィリエイトからね、毎月定額収入アフィリっていうのはあるんです。給料のように毎月収入があるってことですね。同じ努力するんだったら単発のアフィリよりもはるかにいいですよね。この定額収入があるようなアフィリをですね、1件、2件、3件と、10件と累積していくとね、ずーっとその累積分が入ってくるわけですから、毎月なんか月給みたいな感じになってくるわけですね。で、普通はね、先ほどもちょっとお話ししましたけども、2ティアで毎月定額って言ったってね、2% じゃね、例えば1万円の商材を売って 2% で200円ですよね。で、知れてるわけですよ。でも1万円で、例えば仮に 25% だとしたらね、2500円が入ってきちゃうわけですよ。1人からね。その累積。これすごく大きくなりますよね。10人いたら2万5000円ね。50人いたら12万5千円ですよね。まあ、とにかく大きなお金になってくるんですよね。で、ピンとくる人はね、この2つだけで収入いいんですね。この2つっていうのは、毎月入ってくる高額な2ティアマージンと、それからあなたの軍団が作るね、このコカインの軍団が作る、この両方を加味したらね、こうすごい大きくなってくるっていうことなんですけれども、軍団が作る定額アフィリの累積。これだけでね、すっごいやる価値あると思いませんか？これ意外とね、みんな気がついてないんですよね。ではそれは具体的にどうなるのか、どうすればそうなるのか。まあ、いよいよ本論に入ってきますけども、これより本題ということで、じゃあこの継続安定高額収入、このアフィリのシステムって一体どんなものかというと、この有料会員アフィリとツーティア高額マージンを組み合わせたものですね。このあなたがいて、ツーティア軍団がいて、あなたの当然直接アフィリもあるんですよ。だけどもそれ以上にですね、あなたが集められるね、あなたのツーティア軍団の一人一人が売れる分がもし同じ数だとしたらね、このツーティア軍団の数だけ多くなるんですね。しかもそれが有料会員アフィリ、毎月入るということであればもっと大きいわけですよ。ちょっと金額的なことを言うと、アフィリマージンとツーティア報酬が同額に作ったんですね。アフィリマージンとツーティア報酬が同額。まあ普通ありえないですよ。普通はアフィリマージンが 20%、ツーティアマージンが 2% とかね。アフィリマージンは 30% あるけど、ツーティアマージンはやっぱり 2% っていうのが多いんですね。だけども、私どもの場合は、1アフィリから初月ね、まあ、入会金みたいなものなんですけど、それは 13,750円のアフィリエイト報酬。で、大きいのはね、15,000円ある。で、翌月からは毎月1人あたり2500円入ってる。アフィリからね。で、ツーティアもですね、全く同じ金額。同額なんですよ。13,750円から15,000円。翌月から毎月2500円。同額の成果報酬。ということは、継続収入の方はこの2500円の分ですね。2500円かける、あなたの直接アフィリと、ツーティアのこの方々がね、人数分の累計人数ということになりますから、計算してみるとね、結構すごいんですよね。で、ちょっと一つの例としてね、毎月定額27万円得るには、まあ27万あるとね、普通の月給ぐらいなんじゃないですか。で、これがまあ基本給っていうふうに考えてもらえばいいんですけども、もしあなたがメルマガとかフェイスブックで告知してね、10人だけ有料会員サービスに入会、加盟してもらったとしてね、その10人がまた全く同じことをして、それぞれ10人の会員を動員したとすると、あなた自身は10人しか成果を上げてないのに、あなたの会費報酬としてね、2500円かける110人、あなたが10人、あなたのツーティア会員が1人当たり10人、つまり 10×10 だから100ですよね。それプラスあなたの10。で、トータルすると110ですよね。そうすると27万5000円という定額報酬があなたに入っちゃうんですね。
これはね、もうこれだけで生活ができちゃうというふうになります。だけども、その他にですね、先ほどのね、13,750 円とか15,000円のこの報酬が別にあるわけですね。これとは別なんですよ。これがどのくらいになるのかっていうと、あなたの成果が10件、2T 屋さん1人の成果が同じ10件、全く同じ110件ですね。そうすると定額は275,000円毎月だけども、その他に初月ね、初月には150万から165万円稼いでることになっちゃうんです。あなたがされたお仕事はたった10人の募集に過ぎません。でもその他100人分の 2tier の方が働いてくれた、これ全く不労所得ですけどもね、こんな大きな金額になってくる。なんかボーナス的にいただいてですよ。まあよくね、何百万稼ぐとかいろんな話ありますけども、これね、実際にやるのはね、あなたが10人の募集をしたっていうだけですから、全然違いますよね。なので、もしかしたらこれはあなたの本業にもできるかもしれないし、それからもっと稼いでセレブになって慣れちゃうかもしれない。これはもうね、小遣い稼ぎじゃないんですよ。あなたの生活を支える本業になる。まあそんな可能性大ですよね。こちらの方にね、その事業計画っていうのがあるんですね。この事業計画体験版ということでね、こちらの方をクリックしてもらうとですね、これ、エクセルが出てくるんですね。そうすると、こんな白紙のやつが出てくるんですよね。で、こちらのね、グリーンの方が、直接アフィリ、あなたのアフィリですね。そして、この黄色っぽい方ね、こちらの方がマネジメント料、2ティアとなってるんですけども、これは2ティアの方の計算ですね。この合計がこちらに出るようになっています。ちょっとやってみたいと思いますけれども、例えばここに、まあ、仮にね、1ヶ月目に1人入れます。そうすると、直接ね、当月のマージンが15,000円入ってくると。で、翌月からね、2,500円、毎月こう入ってくるようになるわけです。で、こちらがトータルになってますね。じゃあ次に、じゃあ例えばまた1とこう入れてみます。そうすると、翌月、2ヶ月目に15,000円です。ロイヤリティの方は、翌月5,000円、ずっとね、5,000円入ってくるわけですね。で、こちらに、じゃあ例えば2とこう入れてみます。そうすると、この合計が出てきますね。で、1とかね、また人にこう入れてみます。2とかね。アフィリエーターさん、つまり、このアフィリエーターさんが 2tier さんに変わるわけですよね。で、この 2tier さんが、今度は、例えば、1ヶ月目はまだないですけど、仮に2ヶ月目の方が平均ね、例えば1人ずつ、1人入れたとすると、こういうふうに、こちらの方が出てきます。そうすると、2tier さんの累計はまだ1人ですね。そして、当月15,000円入って、その翌月から2,500円ずつ入ってくる。そしたら、例えばまたその次も1とかね、入れてみると、合計3名になっています。1人と、その翌月ね、1人と2人を足してですね、3名になっています。で、こちらの方はね、その翌月ですから、3名分の7,500円がこの次に入っています。で、この次、例えば1と。するとまた、増えていくんですね。合計7名になっていますよね。今度は3プラス4ですから、7名ですから、その翌月17,500円。で、これ2なんてやったら結構するんですけど、もうこれだけでね、1ヶ月15万とかね、入ってきちゃうんですね。で、これをですね、簡単にちょっとまとめたのがね、こちらの方にあります。こちら白紙ですから、自分でやってみてくださいね。同じです。こちらの方にね。こちらの方はですね、最初の5ヶ月間だけね、2222、つまり10人をね、早くやってしまうという考え方でやると、1ヶ月あたり3万円、3万円とか入ってくる。で、この2500円のね、ロイヤリティの方はね、最初は2人分ですから、5000円。で、翌月はこの累計になってますから、4人分で1万円。翌月は6人分ですから、1万5000円というふうに増えてくる。で、6ヶ月目からね、もう10人超えたらですね、ちょっと力抜いちゃったと。いうことで、一人ずつ、まあ、一ヶ月に一人ずつ入れたというシミュレーションです。で、今度はあなたの子供会員の方ね、このマネージング 2tier の子供会員の方は、毎月もう、ちょっと、ね、これは平均しか出ないのでね、平均が一人ずつ入れたとします。そうすると、まあ、1年間初年度の年収は321万円となります。もうね、最後の12ヶ月頃にはね、一人ずつしかやってないんだけども、50万超えてきましたね。
で、さらにですね、今度はこれやっていくと、で、2年目ですね。2年目もずっと一人でやっていくと、もうどん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 増えていっちゃうんですね。そして、このあたり、20ヶ月目ぐらいから100万超えてきますね、収入がね。で、トータルが2年目が1000万超えてます。ということで、まあ、この通りね、まあ、そんなに無理しないで、1ヶ月に2人程度の最初ね、5ヶ月間だけ頑張って、まあこれ1ヶ月でやっちゃう人もいると思うんですけど、まあやってですね。で、その翌月から、こう、1人ずつ、まあ仮にね、まあそんなに期待しないでね、1人平均、まあ中には0もいるが、2も3もいるかもしれない。まあ一応平均1と考えるとですね、このような数字になってきます。まあちょっとね、面白いんでね、ぜひやってみてください。もう一回言いますけども、こちらのグリーンの方は直接アフィリですね。そして黄色い方はね、子供会員の 2PM の収入。まあ一応マネジメント料ということでね、本当はこれ不労所得なんですけど、マネジメント料という形でいただくということです。こちらの方がね、はるかに大きい数字になっているということをご理解いただければいいと思いますね。全然違いますよね。大きさがね。まあそういうことで、この 2PM、子供会員を集めていく。ということがいかに大きいことかっていうことをご理解いただけたんじゃないかなと思います。まあこんなんでエクセルがある方はね、やってみてください。じゃあ子供の会員、ツーティア軍団を作るにはね、どうすればいいか。これね、特別にツーティア募集をする必要ないんですよ。これからご紹介する商材があるんですけども、自動的にあなたのツーティア軍団ができる仕組みになっているんです。これ新規会員ね、入ります。で、そうすると、あなたの2ティアタグ入りの特別な方法で登録してくれるんですね。そうすると、あなたの子供会員に自動的になるんです。この方も一生懸命やりたいので、当然、アフィリ登録するわけですよね。ただし、すでに登録された方は、この2ティアにはならないアフィリだけなんですけどね。で、その中で最も広めやすいのは、人気商材の Facebook アフィリでサクサク稼ぐこと。まあ、その他2つの商材。商材 B ということでね、ニューサクサククラブ、それからインターネットコミュニティクラブってあるんですけども、いずれもですね、成果が出るとその方の子供会員として、ツーティアに組み込まれる仕組みになっていますので、どの商材をアフィリされても軍団ができてしまうと。軍団になってくださいよって言わなくてもいいわけです。私のツーティアやりませんか、私のツーティアでアフィリやりませんかって言わなくてもいいわけです。あなたが、この私が紹介する商材をね、皆さんに紹介するだけでいいわけです。そうすると自動的にこうなってくるんですね。じゃあ具体的にどのようにすればいいのか、どんなシステムでそれを実現していくのか、それについてこのすぐ下にですニューサクサククラブとはということでビデオがございますので、次のこちらの方をですね、ぜひご覧いただければと思います。それでは次のビデオでお目にかかりましょう。